パール武団はここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。武団はこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。はっ！この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。だな。おい、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。ハール武団がオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。このヒルチャールたち、もう息を引き取ったみたいだ。暗闇の中に溶けていこうとしてる。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちがこんな風に老いていくなんて不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ、それでもこいつらの最後の瞬間が安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは食事をする必要もないのか。オイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもかがり火があるんだな。けどダインが言ってたはずだ、最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うって。もしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかな。あ、ただの想像だぞ。別の理由があるかもしれないし。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに倒られ、カーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは有志、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。
あ、この花がここにあるってことは、つまり。王子様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい。理論上ですとおよそ。いや、やっぱりいい。たとえ 1% でも望みがあるのなら、俺たちも同じだ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く、循環へと戻った方がいい。これ以上、いわれのない罪を、あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は、教団にとって実に良好。お兄ちゃん。何か見ていたようだな。何を見た。そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼は復興と口にしたんだな。頑固な奴だ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして、呪われたら最後、元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして、俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し、感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前に、もっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係。だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼の肩を持つのも当たり前のことだ。だが、貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ、俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで。そうか。どうやら初めて会った時にした三つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回、アビスを止めるという目的以上に、ただ、ハール武団たちの意志を踏みにじる、アビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。
油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。うわあ！何が起きたんだ？前にあった真ん中の部屋から放たれた光か？メガ！まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ、なんとも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた？我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いのジョーカーも池の下にあったあの装置を使うつもり。浄化作用は何百倍にも増幅される。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎているようだ。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。